はい、こんにちは。今回は数学1の数と式の解説第25回ということで、す、え、べ、ー、てとあるの部分を解説していきます。まずは91番から、基本問題91番から見ていきましょう。次の命題の真偽を調べよう。カッ1、えー、n の2乗足す 3n イコール0となる自然数 n が存在する。まあ、ちょっと言い換えるとですね、ある自然数 n に対して、 というふうな感じですね、えー。ある自然数 n に対して n の2乗足す 3n イコール0が成り立つということです、えー。これが正しいかどうか示してみよう。まずこの式が成り立つような n っていうのは、まあ、二次方程式の解ってせいぜいで2つまでだから まずそれを出してみます n の2乗足す 3n イコール0が成り立つとしたら n カッコ n 足す3が0になるということなので n は0かマイナス3ということになりますまあどちらも残念ながら自然数ではないよねということは、まあ、自然数入れた場合ってこの式成り立たないんだね何入れてもねはい ということでですね、この元の命題、ある自然数 n を入れたらこの式成り立つっていうのは、まあ偽となります。まあよって、元の命題は偽というふうになります。ね。ある自然数 n に対してっていうのは偽ってことは、何入れても成り立たんってことです。何入れても成り立ちませんと。また、不等式を使って説明してもいい。えー、自然数 n を自然数とするとね、 n を自然数とするとまあ n の2乗って1以上ですし 3n なんかもまあ3以上ですからまあその2つを足したものはどんなに小さくても4以上あの4なのでまあ0になることはないよねっていうねそういう不等式を使って説明することも可能です。 続いて、カッコ2はどのような素数 P をとっても、つまりすべての素数 P は奇数であるというようなことを言っております。すべての素数 P は奇数であると。ここで言うすべてとていうのはあの何一つ例外がなくという命題です。まあ、だから1個でも例外があれば、これは と、えー、ということになりますで皆さんもよくご存知の通り、まあ、素数っていうのは2からスタートするので、で2って偶数ですからね。まあ、答えはギと。2は素数であるけど、奇数ではないです。 ということは全てのところにも早速反するものが1個出てきたので、偽、まあ、ということになります。まあ、実際こういう判例はここの、ここでの判例は2以外なくて、他の全ての素数って奇数ですから、まあ、いや、1個しか例外ないんだって感じなんですけども、まあ、数学のね、あと命題の判定的にはこれは1個でも例外があれば偽ということになります。厳しいですね。はい、じゃあ続いて92番に行きます。 92番は、このすべてのとかある数に対してとていう文言で入っているものの否定というものを考えます。で、このすべてのというのを否定するとね、もうすべてにおいてこれ成り立つんだよみたいなね、それを否定するってことは、いや、成り立たない例が1個はあるよっていうね、すべてのを否定するとあるになります。すべてのを否定するとあるになります。かっこ1は、すべての実数 xy に対して、 全ての実数 xy に対して x の2乗足す y の2乗が0より大きいという命題があるけどまあこれの否定っていうのはいやいやいやそんな成り立たない例1個はあるよっていうねある実数 xy に対して x の2乗足す y の2乗が0より大きくはならないような例がありますぜっていうのがその否定になります。 このすべてのっていうのは、例えば有限個しかなければねあの、A でも成り立ち、B でも成り立ち、C でも成り立つとか、そういうことを言ってるわけですよ。で、それを否定するってことは、まあ、これ、ドモルガンで考えると、まあ、A バーまたは B バーまたは C バー、つまり条件を満たさないような例が少なくとも一つはあるよね。まあ、だからある、まあ、どれか一つで成り立たないケースあるよねっていうふうになるわけだよね。だから このすべてのを否定するとあるになる、まあ、あるいはあるある数何々を否定するとすべてのになるっていうのは、まあ、ドモルガンの法則を一般化した、まあ、よりね、ジェネラライズしたものと言えます。今回は相手が実数なので、の A かつ B かつ C かつなんてあのリストアップすることはできないんですけども、まあ、それに代わるものとしてね、こういう表現があり、でそれの否定の取り方も、まあ、ドモルガンと同じような感じですよってことです。 まあ、ちなみに、この命題は、元の命題は偽あの。否定したものが真になります。まあ、これ、あの、x と y に 0, 0を入れたら確認が取れますね。はい。2番目。ある実数 x に対して、x の2乗足す1は0より大きいと。 まあ、この式っては放物線で考えるとね、いや、ある,ある x どころか、どんな実数入れたって成り立つじゃんってことなんですけど、まあ、あの全てで成り立つからといって、じゃあ,ある数に、ある数に入れたら成り立たないかって言ったら、いや、成り立ちます。成り立つこれは真です、うん。ある数どころか全てで成り立ってるけれども、ある数において、この式が正しいっていうのは、成り立つっていうのは正しい、命題として正しいです。 では、その否定を取ると、いや、すべての実数 x に対して、その式成り立たねえよということになります。この,この否定したものは、まあ、当然、元が真ならば、否定したものは偽と言います。では、否定の取り方が分かったところで、93番、待遇を取るというものをやっていきましょう。 はい、で93番、ある実数 x について ax の2乗小なり0が成り立つならば a 小なり0であると、はい。ということで、ある実数 x について ax2 乗小なり0が成り立つならば a は0より小さいという命題です。 この P ならば Q という形の命題の対偶を取ると、仮定と結論を入れ替えて、それぞれを否定するから、その対偶命題は、A が0より小さいの否定ならば、ある,ある実数 X について、AX の2乗が0より小さいが成り立つの否定になります。はい。 ここでそれぞれ否定を取ってみると、a は0以上ならば、す、え、べ、ー、ての実数 x について、x の2乗は0以上というふうに書き直すことができます。ちなみに元の命題は、んまあ、 この式が成り立つような X が存在するなら、まあ、当然 A の値がマイナスということが予想できます。放物線のグラフで考えてもね、A がプラスだったらまあこの式成り立つことないんで、まあ、A がマイナスということが予想できるよね。だこの元の命題は正しいです。元の命題が正しいならば、その待遇命題も同じ審議を取るので、正しいということになります。まあ、実際 A が0以上ならば、 X に何入れても、AX の2乗の値は0以上になると。まあ、実際ねあの、こっち向きの放物線ということ、A が0以上だったらこっち向きの放物線なんで、確かに、X に何入れても0以上だよねといった具合です。はい、今回の解説はここまでとなります。